皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ矢部美穂チャンネルへ。今日はですね、静岡県伊東市にあります奏の森リゾートさんにお邪魔しております。イエイイエイ奏の森リゾートさんはですね、10月の17日にオープンするんですけども、その前に今日はお邪魔をしまして、何をするんですか？三輪独習テーブルを作ります。テーブル作りです。DIY はいかがですか？大丈夫です。頑張ります。頑張りますか。やりますよ。じゃあお手伝いよろしくお願いします。はい、では行ってきます。行ってきます。で、3、4ヶ月前だよね。そうだね、3、4ヶ月前に行ってました。その時はさ、建物もほとんど何一つできてなかったのに、多分もうオープン1ヶ月切ってますから、だいぶね、前回とは見えてきた。違います。え、見て見て、建物がすごい、いくつもいくつもできてますよ。めちゃめちゃ工事してますね。見て見て、地面もほら、土だったのにアスファルトになってる。確かに前来た時は地面が土だったんですけど、アスファルトになってます。すごいね、3ヶ月でこんなに変わるのね。全然違う。いろんなね、施設が入りますから、後でその後にも紹介してもらおう。それでは到着です。多分今あそこにいられるのはライフウェイクのスタッフさんだと思う。こっち側は本当プロの皆様。そうですね、はい、業者の皆さんですね。業者の皆さんで、こちらはライフウェイクのスタッフの皆さんが手伝いに。お疲れ様です。いやいやいや、この袋に入ってるのは一体何なんだろう。何が入ってるんだろう、この中は。あ、これ木。木？木だけど。木くずとか、材木を切った。はい。それも使うんじゃないですか。これは何に使うんですかね。これは、いや、代表に行かないとわかんないです。手伝いに来ました。トーカリスさん、こんにちは。よろしくお願いします。もうそうです。ここ何に使うんですか。これ、廃材。廃材？これを使って、はい、テーブルとか椅子作る。廃材を使って、そう作る。エコですね。ね。SDGs です。あ、それです。それ言いたかった。はい、テーブル作れる。テーブルを作ります。バーベキューの台のテーブルです。2m40。やらせて、全力で行かせていただきます、はい、なんか三輪独習、なんか猿みたいですけどさあ、今から椅子を作ります。椅子でテーブル、あ、テーブル作ります。これさっと触っていいですか、うん、あ、もうね、私こういうの絶対無理で使えないので、もうこれ三輪独習にマスターしてもらってやりましょう。回って回ります。無理です。安全スイッチですね。そうそうそう、なんで、まあ、私も3輪と、はい、すごい本格的だわ。DIY と言っても、ここどこ、ここが切りたいところなんですか。ここです。あ、ここが切りたいところ。これ刃を分けてみるやつ。そうすると、例えば刃を分けて、はい、これ使ったことあります？ありますよ。これ私絶対無理です。無理ですね。私の仕事はなんだ。ゴミ拾いとかやっていいですか。ちょっと練習しましょう。練習から。練習しましょう。練習からです。はい、練習からです。すぐにね、テーブルとか椅子とか私たち作れないんで、そう、練習大切。練習大事ですよ。おお、どう、綺麗に切れた。どう、どう、どう。あ、綺麗なんじゃないの。いいんじゃないんですか。判断がつかないけども、でも綺麗だよね。ちょっともう一回いきましょう。もう一回練習しましょう。練習しましょう、はい、ほらほらほら、おー、だいぶ良くなってきたよ、うん、だいぶ良くなってきた。だいぶ良くなってきた。っていうか私なんか仕事も変わらないと。いい感じ、いい感じになってきた。上手になってきた。まず足に金具をつけましょう。あ、それならできる。はい、
え、全然入んない。あ、入る。これ以上入んなくない？やっと私の出番です。なんかポンポンいるよね、とんかつみたいな。来ます。入った。この面ってこの面でも変えられるんですか？なります。これで本当ならば、はい、出てるに見えるじゃないですか。あ、出てる。ここの金具が、金具とてっぺんが変えられる。そうです。ちょっと待って。おく、いいんじゃない？多分いいと思う。どう？入らない。大丈夫だよね。行き過ぎだな。それは行き過ぎだな。行き過ぎだよ、全然。あ、行き過ぎだわ。行き過ぎ。出しましょう。はい、美穂さんどうぞ。ぴったり。そっちもそっちも。オッケー。テーブルの足6個完成しました。まだです、固定。あ、まだでした。これから固定です。固定します。そんなすぐ完成しないからね。ネジ通り干渉しないに穴の位置が違うってことですね。考えられてますね、設計がね。完璧だ。同じ高さだとやっぱりネジとネジがぶつかっちゃうから。皆様、本日はこちらのネジを使って、固定していきたいと思います。結構こうロングサイズのネジです。はい。あ、何、ドリルっていいの？電動ドリル。電動ドリルを使ってこのロングのネジを固定していきたいと思います。すごい、ちゃんとなんかコーディネートしてくれたみたい。ちゃんと、何、すごくない？ブルーにピンク。たまたまにしてはすごいね。ゴミどこだ？確かに素手は怖いわ私。これなら怖くない。私でもできますよ。手めっちゃ大変かわいい。手と一緒に巻き込まれる。え？これって結構強めに押さえるんですか？歩く？下手くそか。下手くそか。慣れるか。あ、ちょっと待って。なんでこうなんの私。一緒に。あれ、ギュッて掴んでたね。支えるだけ。こうやって？そうそうそう。これがこう垂直にまっすぐになるように。そう。優しくゆっくりこうグッグッグッってこうグッグッグッでいいから、押しながら優しくグッグッグッ。普通にできちゃう。キーもたまりますよ、片方。そうそうそう。終わり。え、なんでこんな難しいの？え、こんなに難しいの？電動慣れる。慣れ諦めた。やるけど多分信彦がやった方が早い。完成するとこんな感じに仕上がるそうです。テーブル240センチのテーブルって言ってますよね。舐めちゃってる。舐めちゃってる、うん、舐めちゃってる。何舐めちゃってるって。舐めちゃう。みんな上手やで。いやいや、そりゃそうや、みんなやってんだもん。どうですか？私の持ってる DIY とはちょっとレベルが違いすぎて。大工さんお仕事ですね。大工仕事です、これは。これは大工仕事だよ。これも信彦じゃないとできないやつ。これね、こっちなんだもん。うまくなった。ほら。
このここですか、長い長い木がありますが、74センチずつ6本にカットしていきます。これは三輪の櫛の仕事です。はい、まっすぐ行きます。まっすぐじゃない、まっすぐじゃない。あれ、さっきまで順調にいってたの。入った。どう？仕上がりどうですか？綺麗？あ、綺麗、よかったです。切り口最高だそうです。よかった。好きなんですか？好きですよ、意外と好きですよ。好きじゃないとできないよね、この仕事ね。顔が生き生きしてるもんね。面白い、面白い。お、いい感じだ。いい感じですね。同じ高さになってます。74センチ、あと2本。これで全部らしいです。できた、部品ができた。部品が全部できた。これを塗装します。塗装、はい。これね、一回と塗装する、一回しか塗装されてません。はい、で塗装2回とかすごい綺麗になるんで。防腐剤ってことですか。もう一回やります。で、これ見てもらうとカット目、はい、緑色になってます。はい、防虫防腐剤が入ってるから緑なんだ。塗装なら私にお任せ。下黒ですね。で、上が白。白、うん、天板の強調にして。ああ、確かにね、洋服とかにね、映っちゃったりとかしますもんね。天板じゃない部分の足の部分の塗装です。塗装をしたいと思います。それ私もできるので頑張ります。頑張ります。はい。もっともっと、こっちこっちこっち。あなた、これの、これの、で、キクスを取ってるだけよ。この下の木くずはいいよね。違う、下はいいよ。塗るやつの木くず。塗るやつの木くずをね、取らないとね。はい。オッケー。オッケー。オッケー。はい。ブラウン。ブラウン。アンティークブラウン。アンティークブラウン。おしゃれなブラウン。そう。わ、結構匂う、うん、はい、はい、はい、で、またひっくり返す。どうしましょう、やりますか。じゃあ持ってるんで、これを持ってるんでやってみます。さあ、はい、はい、はい、いいね。これぐらいできないとやばいです。これがひっくり返して、ひっくり返して、あー気持ちいい、ね、足気をつけて垂れるよ。はい、うん、足気をつけてね、垂れるかな。お、気持ちよそうだね。結構垂れるんですね。だから足気をつけて、足気をつけて、足よ、足よ、足、足、足、汚れても、汚れても大丈夫よ。足よ、足、足、足、はい、もうやんないの。いや大丈夫、もうちょっと行かせて。行かれ、行けるの。行ける、ここだから。行けないでしょ。行ける、行けるよ、ここだから。行けるかな。足よ、足、はい、足よ、足、足よ、足の気をつけて、はい、この手袋でどっか触ったらつくからね。そうね、携帯触れないね、しばらく。その白いところはもうきっちり塗って、長い板を8枚くっつけたものが今こちらにあります。この板って一本一本バラバラなんで、あ、押さえつけてこれでネジで留めることで1枚の板。そうだそうだ、そうしないと危ないですよね。確かに1枚の板じゃないからね、これ。またこれ優しくやらないと。
またなった、またなった、さっきのもうくるくる。よっしゃおいえよっしゃよっしゃよっしゃねよっしゃよし、うまくいってきた、うまくいった。短いとやっぱり楽です、女子は。はい、リズムよくね。はい、よっしゃ、やったできたできた、まだ完成じゃないけど、とりあえずできた。ボコボコになってないことを祈る。どうだ、すごい、あ、綺麗、めっちゃ綺麗でも、ね、結構まだこの辺はボコボコしてる。え、でも綺麗だよ、初めて作ったんだよ。あ、でもここちょっとボコっとなってるな。でもそうなる。いやいや、これ結構仕上げあるから、はい、あ、仕上げあるから大丈夫。そうそう、あ、よかった。もしかして僕たちがやるの。これが仕上げが仕上がりすぎちゃって今噛んでた仕上がりすぎちゃって、ボコボコが余計ボコボコになっちゃうかもしれない。え、でもそのカンナで綺麗に削るんでしょ。そうそのカンナがけっていうのが一番大変なのよ。次は明日。Good.